るのか。ちょっと楽しみだな。確か温泉地なのよね。はい、とってもいいところですよ。私もおじいちゃんに何度か連れて行ってもらいました。ここからだとどうやって行けばいいのかな。ですね、町の南口から出ると広い平原道があるんですけど、その道をまっすぐ南に行って道沿いに進んでいけば到着です。オッケー、平原道に出てまっすぐ南ね。それじゃレッツゴどうしたの？レイ先輩なら昼ご飯を食べに出て行ったよ。ううん、そうじゃないの。私たち掲示板を見てきたんだけど。あ、そうだったのかい。いやありがとう。来てくれて嬉しいよ。僕はティエリ、この中央工房の研究員さ。純遊劇師のエステルよ。ヨシュアです、よろしくお願いします。ああ、こちらこそ。それで、すぐに仕事をお願いしたいんだけど、予定の方は大丈夫かい？うん、問題ないわよ。ご依頼の件は、新型スニーカーのテストということでしたよね。できればもう少し詳しく説明していただけますか？ああ、もちろん。でも、まずその前にこれを渡しておくよ。これが新型のスニーカー？ああ、ストレガー社と共同研究中の新製品でね。今回はテストのためにその試作品の靴を履いて各地を回ってほしいんだよ。このテストが済めばあと少しで製品化されるはずさ。なるほどね。って、ちょい待った！今ストレガー社って言わなかった？え？ああ言ったけど。もしかしてこの新型のスニーカーって？うん、ストレガー社の新製品だよ。それをテストしてもらうって今言ったばかりじゃないか。エイドスよ、こんな素晴らしいお仕事を回してくださったことを感謝します。ねえ君、彼女大丈夫なの？なんかいきなりお祈りとか始めたんだけど。すみません、エステルはスニーカー集めが趣味で、しかもよりによってストレガーの大ファンなんです。へえ、そうだったんですか。おお、じゃあこれがスニーカーマニアってやつだね。初めて見るけど興味深い反応を示すね。エステル、お願いだからそろそろ正気に戻ってよ。嬉しいのはわかるけど、仕事を受けてから喜ぼうよ。うん、確かにその通りね。なんか気合が空回りしそうで怖いな。あくまでテストなんだからね。自然体でお願いするよ。おっす、了解です。だそうです。まあいいや、とにかくお願いしてみるよ。では仕事内容を確認しますが、今もらった靴を履いて各地を回ればいいんですね。うん、そういうことさ。エルモ温泉にボルフトリデ、セントハイム門なんかに一通り行ってみてほしい。で、もう十分にテストできたと思ったら僕のところに来てくれ。僕はソールやインソール、つまり靴底や中敷きの担当だから、その様子を確かめたいんだ。じゃあ機械を見て報告に来ればいいってことか。よし、それじゃ
何はともあれ頼んだよ。吐き潰すつもりでテストしてくれよな。任しといて。では失礼します。絶対に逃がしませんからね。ミリアム先生、こんにちは。あら、こんにちは。もう皆さんお揃いね。うん、掲示板を見てきたのよ。私、純遊劇師のエステル。同じくヨシュアです。何か事件があったそうですね。ええ、実はそうなの。できれば今すぐ調査を始めてほしいんだけど、お願いできるかしら。だよ。早速ですが、何があったのか説明していただけますか。話はとても簡単なのよ。誰かがこの戸棚からタバコを持ち出したの。ここって医務室よね。どうしてタバコなんてあるの。私の指導でここ数年工房では禁煙運動をしているの。その運動で没収されたタバコがここにしまってあったってわけ。それなら以前にタバコを没収された人物が怪しいですね。持ち出されたタバコはもともとその人のものなんだし。あ、確かにそうですよね。ええ、私もそう睨んでるわ。ようやく禁煙運動も定着してきた頃だというのに、こんな不届き者を野放しにしていたら今までの活動が水の泡よ。とりあえず容疑者を元喫煙者に絞るとして、心当たりの人物はいますか。まず疑わしいのは演算室のトランス主任ね。主任はああ見えてヘビースモーカーだったのよ。禁煙してまだ日も浅いし、十分に動機はあると思うわ。見かけによらないわね。とメモしておかなきゃ。あとは設計室のフーゴさんかしら。今は確か打ち合わせ中で1階のロビーにいるはずよ。古くから工房にいる人ほど喫煙する傾向があるみたいね。演算室のトランス主任に、1階で打ち合わせ中のフーゴさんですね。他に何か情報はありませんか。なければ調査に移りますが。そうね、参考になるかわからないけど、一応目撃者がいるのよ。それって決定的な手がかりじゃない。それはどなたですか。すぐ後ろにいるわ。アントワーヌよ。参考になるかどうかわからないって言ったでしょ。なるほど、納得です。でもアントワーヌはすごく頭のいい猫なんです。もしかしたら本当に犯人さんを覚えているかも。そうね、捜査に連れて行けば何かヒントをくれるかもしれないわ。犬には負けるけど猫の嗅覚も大したものなんだし。あ、それは期待できるかも。好物の新鮮ミルクを持ってくればきっと喜んで後をついてきてくれるわよ。手がかりがなくなったらぜひ試してみてほしいわ。うん、参考にしてみるわ。では何か分かったらすぐに知らせに行きますから。期待して待ってるわよ。絶対に犯人を捕まえてね。
おお、なんだい。ちょっといい？掲示板を見て食材を持ってきたんだけど。よし、ちょっと見せてみな。ふんふん。どう、ちょっとこのトマトをもらうぜ。普通のトマトみてえだが、ずいぶんと香りが強いな。ちょっと味見よっと。なんだこれ、めちゃくちゃ苦いじゃねえか。ね、そのトマトものすごくまずいでしょ。研究の副産物らしいけど、食べるようなものじゃないわよね。確かにこのままでは食えないが、これだけ味と香りが強いんだ。うまくひねれば面白い料理ができるかもしれんぞ。そこまで無理して食べる必要はないんじゃない？いや、悪の強い食材ほど体に有効な成分もいろいろと入っているものだからな。だからこそサイス料理は伝統的に刺激の強い素材をわざわざ使ってきたんだ。変な料理なのね。肉類と合わせればこの苦味も良い風味になりそうだな。ほらよ、新メニューの試作第1号だ。素晴らしい食材に巡り合わせてくれたお礼だ。遠慮なく食ってくれよ。後でごちそうになるわ。よし、じゃあ俺は仕事に戻るぜ。おめえさんたち今日はありがとうな。うん、じゃあまた。では失礼します。ほら、アントワーヌ、大好きなミルクよ。おや、ミノさん、探し物は見つかったかい？見つかったけど、今はまたちょっと違うものを探してるんだ。違うもの？ええ、医務室から持ち出されたタバコを探しているんです。そんなことやってるのかい。君たちも忙しいのに大変だね。トランス主任は今日医務室に行かれましたか？いや、行ってないよ。今日はずっとここにいたし、なんだったら部屋の中も調べてくれていいよ。怪しいところがないわね。そうだね、空振りかも。どう、疑いは晴れた？あ、そうだ、アントワーヌはどう？反応なしですね。あらら、それじゃあ本当に見込みゼロね。すみません、お時間を取らせてしまって。できれば今後も調査にご協力ください。ああ、もちろん構わないよ。なんだね、すまないが今大事な話をしてるんだ。用なら後にしてくれ。質問できるような雰囲気じゃないわね。あ、そうだ、アントワーヌの反応はどうかな。反応なしですね。
じゃあ二人とも反応なしってこと？手がかりなしだね。このまま工房の中をもう少し調べてみよう。ミリアム先生の言う通り、どこかにヒントがあるかも。そうするしかないか。この扉が気になるのかな。この部屋ってとにかく中を調べてみましょう。うん、そうだね。おや、どうしたかな。おお、アントワーヌ、そんなに鳴き声を上げてどうした。これってどう見ても黒だね。ですね。ん？何の話だね。工房長さん、今日医務室に行ったでしょ。え？いや行っていないが。今医務室から持ち出されたタバコを探しているんです。少しこの部屋も調べてよろしいでしょうか。別に構わないが。じゃあ遠慮なく調べさせてもらうわね。この奥なの？鍵を探そう。多分部屋のどこかにあるはずだよ。うん、了解。それにしてもまさか工房長さんだったなんて。うん、意外よね。本当、人は見かけに。君たち違うんだ。誤解しないでくれ。一服したらすぐに返そうと。工房長、釈明ならミリアム先生になさってください。呆れるしかないわね。よりにもよって工房長の仕業だったなんて。申し訳ない。どうしても一服したくなってね。魔が差したとしか言いようがないよ。ミリアム先生、本当にすまなかった。でも工房長、確かずいぶん昔に禁煙なさったはずですよね。ああそうだよ。もうかれこれ10年近くになるな。え、そうなんだ。じゃあなんで突然こんなことをしちゃったの？自分でもよくわからないんだが、動力停止現象の後市民からの苦情がすごくてね。ずっとその応対をしていたら、なぜだか無性にタバコが欲しくなってきたんだよ。はあ。ごめんなさい、おじいちゃんのせいで。いやティータ君、君が謝ることではないよ。今回の件に博士は関係ない。悪いのはこの私なんだからね。でも少し休んだ方がいいんじゃない？喫煙の原因はどうやらストレスみたいだね。工房長、事情はよくわかりました。今回の件は水に流しましょう。え？いいのかい？その代わりきちんと休養をとってください。このままでは体調を崩してしまいますよ。はあ、そうだね。仕事が落ち着いたらゆっくり休養をとると約束するよ。ではミリアム先生、今日は本当に申し訳なかった。ええ、もう済んだことですわ。
それよりもお体を大切に。ああ、気をつけるよ。では、失礼する。なんだか気の毒ね。別に工房長さんがトラブルを起こしてるわけじゃないのに。でも工房を代表して責任を取るのが仕事だからね。まあそういうことよ。さて皆さんにはお礼を言わなくっちゃね。見事に事件を解決してくれたんだから。どういたしまして。まあ半分くらいはアントワーヌのお手柄だけどね。そうですね。推薦した甲斐があったみたいね。またどこかで見かけたら可愛がってあげて。うん、もちろん。それじゃ今日はご苦労様。また何かあったらよろしくお願いね。こちらこそ。では僕たちはこれで。じゃあまたね。
私の番ね。みんな大丈夫？僕の番だね。うわやっぱり故障ですかね。ああ、どうもそうみてえだな。こんな平原の真ん中で全く参っちまうぜ。ねえ、どうしたの？何か困ってるみたいだけど。なんだい、お前さんたちは。あれ、その紋章、もしかして君たち。うん、そうよ。私たち純遊撃士なんだ。私はエステル。それでこっちがヨシュアです。よろしく。へえ、随分と若いブレイサーだな。そうか、君たちが噂の。よろしく。僕はウォン、サイス支部所属の遊撃士さ。君たちの話はキリカさんから聞いているよ。ところで、どうしてこんなところへ。うん、この子を送っていくところなのよ。あ、はい。エルモまで行かなきゃならなくて、エステルさんたちに護衛をお願いしたんです。おっと、見た顔だと思ったら、なんだよ、ティータ嬢ちゃんかい。また博士のお使いか。毎度のことながら大変だな。で、ウォンさんたちはこんなとこでどうしたの？さっきの様子だと何か困ってるみたいだったけど。ああ、そうなんだよ。ボルフ砦行きの運搬車を護衛してたんだけど、ここまで来たところで急に車の調子が悪くなってね。どうやらオーバルエンジンがイカれちまったみたいでな。ガタガタし始めたと思ったら路肩に突っ込んじまって、このざます。あらら、それは困ったわね。あ、そういえば掲示板に運搬車の捜索願いが出てたわよね。あれってもしかしてウォンさんたちのことかな。うん、間違いないね。そうか、ギルドの方も気づいててくれたのか。でもオーバルエンジンの故障ですか。もしそうなら内部の駆動オーブメントを丸ごと交換しなきゃいけませんね。え、修理はできないの？オーバルエンジンの中枢はとても精密な機械ですから、分解修理するにはちゃんとした施設が必要なんです。簡単な工具では手も足も出ないんですよ。なるほどね、屋外での修理なんてとても無理ってことか。
したの？うん、何かの気配が。魔獣！ウォンさん、上！うわ！ブルーノさん、下がって。おう。おい、後ろからも来やがったぞ。ウォンさんは後方をお願いします。こっちは僕らが引き受けますから。よし、任せたよ。おお、任せといて。任せて。一気に攻撃する。これで終わりだ。戦闘終了。どうやらこれで一通り。うん、撃退できたみたいだね。よかったです。なんとか無事切り抜けられたね。ふぅ、命拾いしたぜ。さてと、助かったところでこの後のことを考えんとな。ええ、そうですね。まずはどうにかしてこの運搬車を動かさないと。でもさっきの話だと修理は無理なんでしょ？ちょっと難しいと思います。となるとやはり交換する以外に手はないってことですね。運搬車の管理者は中央工房のプロメテさんだ。あの人に聞けば交換パーツの保管場所もわかると思うが。でもそのためにはサイスまで戻らなきゃならん。参ったな。ブルーノさん、どうします？サイスまで戻りますか？無理だとは思うが、もうちょい車をいじってみるぜ。それで動けばよし。もし動かないとなればサイスまで戻るしかないな。そうですね。もうしばらくここで粘ってみますか。ああ、そうしてみよう。というわけで僕らはもう少しここで頑張ってみるよ。うん、分かったけど、ウォンさんも気をつけてね。大丈夫、無理はしないさ。危険だと判断したらすぐに町まで戻るよ。じゃ、ティータちゃんたちもエルモまで気をつけてな。あ、はい。もし手が空いてたらプロメテさんに連絡してくれよ。きっと中央工房3階の設計室に張り付いてるはずさ。うん、じゃあまたね。ウォンさんたちもどうかお気をつけて。Thank you.
僕の番だね。俺なんか言ってた？うん、思いっきり叫んでたわよ。フェイ、許してくれって。うわ、名前まで。ん？フェイ？なんか聞いたことあるような名前ね。フェイさんって地下工場にいるあのフェイさんでしょうか？ガソリンタンクを用意してくれた人だね。あの女の作業員さんね。あれ？君たちフェイを知ってるの？うん、前にちょっと仕事でお世話になったのよ。僕たちブレイサーなんです。ブレイサーだって？それはちょうどよかった。何か依頼ですか？うん、個人的な用事なんだけど仕事をお願いしたいんだ。今大丈夫かな？できればお手伝いしたいんだけど。どんなお仕事なの？フェイに手紙を届けてほしいんだ。実は俺とフェイは付き合ってたんだけど、なんかうまくいかなくなって、この前とうとう別れちゃったんだ。でも仲直りしたくてさ、とりあえず手紙を書いたんだよ。サイスに用がある時でいいし、なんとか配達をお願いできないかな。うん、それなら大丈夫よ。ね、ヨシア。そうだね、お急ぎでないのならお引き受けできますよ。そうかい、いやありがとう。じゃあ早速だけどこれをお願いするよ。確かに受け取ったわ。でも難しいわよね、手紙で気持ちを動かすなんて。そうなんですか？やっぱりそう？エステル、それは僕らが口を出すべきことじゃないと思うけど。いや気にしないでくれ。女性の意見なんて貴重だからね。でどう？やっぱり手紙だけじゃ弱いかな。そうね。あ、
そうだ、プレゼントとかはないの？ああ、プレゼントか。しまった、用意してなかったよ。でも困ったな、砦じゃ何も買えないし。確かにそうね。悪いんだけど、できればそれも一緒にお願いできないかな。え？私たちがプレゼントを用意するってこと？うん、サイスで買えるもので構わないからさ、何か用意して手紙と一緒に渡してほしいんだ。別に私はいいんだけど、これって何気に責任重大よね。エステル、任せたからね。普段のフェイは作業着でバリバリ仕事してるけど、性格は意外と女の子っぽくて、可愛いものが好きだったりするんだ。可愛いものですか？ぬいぐるみとか？それはちょっと子供っぽすぎるかな。まあとにかく可愛いものっと。じゃあ前金としていくらかミラを渡しておくね。少ないかもしれないけど、これでプレゼントをお願いするよ。うん、わかったわ。それじゃあ一応依頼を確認しとくけど、サイスの町で何かプレゼントを買って手紙と一緒にフェイさんに渡せばいいのね。ああ、それで大丈夫さ。じゃあくれぐれもよろしくお願いするよ。
フェイさん、ちょっといい？ん？どうしたの？ある人からお届け物があるのよ。はい、これをどうぞ。この手紙、もしかしてヴォルフトリデのブラムから？うん、そうよ。よし、ここでプレゼントを渡さなきゃ。あと、これはプレゼントだって。ああ、かわいいわね。そっか、あいつもまだ少しは私のこと思っててくれたのかな。でもどうせならもう少し早く。あっと、ごめん、わざわざ届けてくれてありがとね。じゃあ私仕事に戻るから。うん、じゃあね。ごめん、ちょっといい？プロメテさんよね？ええ、確かに私はプロメテですが、何かご用ですかな？うん、ちょっとね。実は今運搬車用のオーバルエンジンを探してるの。プロメテさんに聞けばどこにあるかわかるって言われたんだけど。運搬車用のオーバルエンジンですと？申し訳ないが、私には皆目見当もつきませんよ。いうこと？プロメテさんが運搬車を管理していると聞いたんですが。ああ、それはずいぶん前の話ですよ。あの役目は持ち回りでしてね、定期的に交代するんです。ちなみに今の担当者が誰かと聞かれてもやっぱり私には分かりませんよ。うん、先回りされちゃったわね。ではもうよろしいかな。いろいろと仕事があるものでね。すみません、お時間を取らせてしまって。うん、では失礼。困ったわね。なんか話と違うんですけど。ごめんなさい、備品の管理とか結構いい加減なんですよ。まあ仕方ないよ。それより何か別の方法で運搬車のことを調べないとね。早くも手がかりがなくなっちゃったわけだし。別の方法ね。そうは言っても簡単には思いつかないわよ。でもここで悩んでても仕方ないね。ヒントがあるかもしれない。とりあえず工房を回ってみようか。はい、そうですね。そうね。よし、それじゃ行きましょうか。僕ってダメなやつだな。うん？なんか落ち込んでるみたいね。ああ、まあちょっと先輩に怒られちゃっただけだよ。で、何か用かい？あ、うん、ちょっと聞きたいことがあるの。実は今運搬車に使う小型のオーバルエンジンを探してるのよ。で、どうもこの辺りがその保管場所らしいんだけど、どこにあるかわからない？
運搬車の駆動オーブメント？そんなもんどうするんだい？街道で運搬車が立ち往生しているんですが、どうもオーバルエンジンの故障が原因のようなんです。ああ、なるほど、納得いったよ。つまり交換用のパーツが欲しいってことだね。そのくらいお安いご用さ。ちょっと待っててくれよな。お待たせ。もう数がないから確実に届けてくれよな。うん、ありがとう。よし、それじゃあウォンさんたちのところへ急ごう。きっとまだトラット平原にいるはずだよ。うん、そうね。あんたらも気をつけてな。あ、はい、ありがとうございました。では失礼します。みんな大丈夫？僕の番だね。遅い！僕の番だね。
こんにちは、ティエリさん。かなり歩き回ってきたわよ。お、ご苦労様。よし、じゃあちょっと靴を調べさせてもらうよ。おお、すごいな。ずいぶん靴底が減ってるね。減り方を見る限り、僕の選んだ素材にも間違いはなかったみたいだ。うん、テストは大成功だよ。はぁ、よかった。もっと歩けって言われたらどうしようかと思ってたわよ。よかったですね。何か問題はなかった？急に滑りやすくなったとか、ちょっと硬すぎるとか。うん、大丈夫だったわよ。足にフィットしててすごく履き心地も良かったし、さすがはストレガーよね。あ、そっか、君はストレガーの大ファンなんだよね。ならこれもプレゼントしちゃうかな。期待以上に頑張ってくれたから、まあボーナスみたいなものだよ。これってメーカーが参考のために送ってくれた新製品だよ。まだ未発表らしいけど、間もなく店頭にも並ぶはずさ。いいんですか、そんなものをいただいてしまって。うん、開発は一段落したし、もう僕には必要ないからね。価値のわかる人が持ってた方がこの靴だって嬉しいと思うし。うわー、ありがとう。開発のお手伝いができた上に新製品までもらえちゃうなんて、ほんといい仕事だったわ。お互いにね。頑張ってくれたおかげで僕の研究成果も証明されたんだしな。お仕事頑張ってね。新製品楽しみにしてるんだから。うん、ストレガー社にちゃんと伝えておくよ。では、お世話になりました。それじゃあね。
エッセル、ヨシはどうだった？オーバルエンジンは見つかったかい？うん、もうバッチリ。お待たせしました。おお、そうか。いやー、そいつは助かった。あれから随分いろいろとやってみたが、結局どうやっても車は動かなくてな。そろそろ諦めてサイスへ戻ろうかと相談してたとこだったんだよ。そうだったんだ。間に合ってよかったわ。じゃあ早速ですけど、運搬車を修理しましょうか。あ、そうですね。パパッとオーバルエンジンを交換しちゃいましょう。ああ、お願いするよ。ジョーちゃん、手伝うぜ。これでよしっと。じゃあ、始動してみるぜ。うん、大丈夫ですね。これでようやく積み荷を運べるぜ。しかし、さすがにラッセル博士のお孫さんだな。まだ日曜学校に通う年なのに、整備の腕は大したもんだよ。じゃあ、俺たちはもう行くぜ。あんたらも気をつけてな。うん、そうするわ。じゃあ、またね。今日は助かったよ。では、お気をつけて。